どこ行った？ね、何が？高田さんとオラフ君見てない？あれ？見てない。どこ行ったの？あれ？はい、残念。見たもんな。一回真剣ゼミで見たもん。絶対おもろい。あー、なるほど。はい。くそ。バカ。人が違う。絶対人が。どうしたの？え、誰が人外ですか？オラフ君。あ、オラフ君。なんでなんで聞いたな、オラフ君。反論してください。なんか、半笑いで、俺なんだと思います。いや、これ持ってたらなんか。俺が絶対に、めっちゃ嬉しそうだ。絶対に来るではない。めちゃくちゃ嬉しそうだ。何かしら、いや、なんか。何かしらを持ってはいるんやろな、手札を。最後に一緒にしたと。時間の精査や。スキルでパーツ揃っとくか。誰が来ることになる。これやばい、誰も来ないわ。なになに、うわぁ、すみません、すみません、ジャグラー打ったの、ここで。すみません、ジャグラー打ってました。すみません、すみませんって本当に打ってるみたいで。すみません、ジャグラー打ってました。天使どこにいた。俺はアドミンを見てましたよ。いや、楽しいこと優先してるな、それは。面白いことや。まあでもオラフ君釣り得だけどな。いや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 、なんか役職持ってる場合って5分の4で人外なんですよ。確かに確かに。80% の確率で人外が釣れる。あ、はいはい、確かに。なんか役持ってるのは確定で話しますけど。怪しまれてるよ、オラフ君。僕は普通にクルーメイトです。このリアクション分かって、オラフ君。笑ってる、笑ってる、笑ってる。オラフ、それはめっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる。めちゃくちゃ嬉しそうやから。誰も来ないやないか。聞こえるの？どうしました？迷惑になる。あれ？開けてみる。先に言います。中野アルマは貨物で手錠直しました、今。はいはいはい。あれ、おまおじさん。先に言います。藤宮くん、俺はおまおじさんですよ。藤宮くん、小宮さん、僕コミュニケーションで。藤宮くん、おまおじはいろんな人に見られてるよ、最後。あ、そうなの。いや、僕、コミュニケーションから出てくるときに、とりあえず状況は僕してんの。で、コミュニケーションダウンロードしてて、ダウンロードが出たときに、サントさんが
どっかから来て、おまおじさんがコックピットから出て行って、僕は今アドミンの中にいるんですけど、でエンジン4とかついてましたね。はいはい、エンジン4がおまおじ、奈良子、高田、オラフ、うんうん、で俺視点、ケンシとオラフ君がずっと喋ったから、そこは絶対借り切るに関わらなくて、うん、はいはい、で俺はあのメイン側から来てて、それ多分メイヤ君が気づいてると思う、うんうん、シャワーから多分奈良子さん行ってるはず、うんうん、そうそうそう、でそあの俺の後に多分おまおじが来たような形ではある、うんうん、多分そっち側から来てる、まあ、基本僕視点はおまおじさんになると思います。えでもクール上がってんのあれ、どうだろう、結構長かったと思うけどな、シャワーで結構時間かかった気がするけど、まあ、でもおまおじさん扉開けて最後アーカイブ入って終わってるから、でもまあ30秒ちょっとだと思うけどな、ギリ1キルできるのか、おまおじ視点はミヤちゃんなの確実に、もうほぼ確だって藤宮くんと2人でコミュ前の廊下まで行って、うん、でその後俺はそうですね、そこですれ違ってるもん、うん、そう説明した通りで藤宮くん、俺はコックピットでハンドリーあった後、うん、戻っていく時にサントスさんがコックピット側に走っていくのを見たんで、藤宮くんとサントスさんがそっち側にいることは確定してる、コックピットのあのなんで操縦桿のタスクは一緒にやってて、サントスさんが抜けていったんですよ、で僕がアドミだから、まあ基本的にはアドミ見てて他についてるやつはないの、宮ちゃんして、もうエンジン4見てすぐボタンだったんで、あら、うん、もう5秒以内とかのキルではあることには間違いないんですけど、武器庫とかキッチンとかに誰かいる可能性ない、ただ武器庫上の扉は閉まってたような気がするんですよね、おまおじさんがだってコックピット行ってですもんね、なんか閉まってたよね、なんで俺らがそこで意見が合ってんのかちょっと謎やねんけど、そう、そこに介入できる人がね、いないと思うんですよね、おまおじってキルできるのかな、んなんか両方とも両方とも難しそうな感じ、ね、気がするんだ、なんてことだ、これからな、これ使いたいね、これね、これうまく使えたよね、が聞こえたか、はい、ナイス、はい、いやなんかできんのかなと思って、ゴマオズがなんか状況の危機ってのはどっちも、まあ、いや、わかるわかる、だからしかもどっちも透けそうなところで、しかもまあ、はいはい、今ミヤちゃんがその武器庫ところの扉の話したけど、開いてたんだよね、うん、今見たら開いてた、うん、今バシャって閉まったから開いてたので、はいはい、まあローラーかなーということは、うん、ジミヤおまおじ以外に犯人がいっそうって感じ、あり得ると思う、だから例えばミヤちゃんがマッドメイトとかで武器庫にはインポスターがいて、それキルを起こしてる可能性は、いやでもおまおじさんと意見はほぼ一致してたから、お互いがあの通った時は閉まってたっていうことじゃないですか、おまおじさんも閉まってたって言ってたんで、だとしたら開けてる人物がいるはずだから、うん、武器庫側から来てる人がいて、はいはい、でそれであのキルを起こしている、米サボ近くでキルを起こしている可能性が高いから、はいはい、なおのことおまおじさんは変わってる感はないかな、うん、おまおじの白目が上がっちゃって、なんかね、うん、いやな、俺とオラフ君って、はい、ダウンロードしかしてないじゃん、で喋ってて思ってきて、停電なるちょっと前に全員合流して、うん、キルクールと開けるかって、うん、あ、停電なるちょっと前に合流してるんだったらきついかもしれないですね、ってなって、ローラはローラは避けられないと思うけど、まあ、ミヤちゃんのアドミン偽装ありえるから、うん、つらざるを得ないくて、あと他の人がどこにいたかを聞いといた方がいいと思う、まあまあまあ、うん、アルマはさっき言った通り貨物で停電を直して、僕シャワーからアーカイブ入って、アーカイブからあの消火器見て停電直そうと思ったところで終わってる、うん、てか奈良子さん視点で多分僕はメインに置いてるから無理じゃない、僕ラウンジですね。アーカイブでアルマ君と一緒に空いてます。あなたは、はい、それは見てます。あ、マイクは？私はずっとミーティングにいました。もうずっとボタンを押していたんで。あ、ボタンしたんか。マイクさんボタンだっけ？最初は空いてもすぐ右に行ってそのままボタン。もしかしたらサンドマイクが開けた可能性もあるけど。基本は本当におまおじ藤宮がそこ通ってるんで、他の人入れないと思うのでいいとは思ってる。あれ影丸君はどこにいたの？いいかな。僕が最後セキュリティしたです。なんか奈良子さん俺だけに回ってこなかったなっていうのちょっと思って悲しかった。え、あれ4人いたって影丸さんじゃなかったっけ？あれ高浦おま、いや俺まだ全然発見できてないけど。違う違う。あ、そうだよね。なんかわかんねえこれ今。
んかいいことねえかな。どこ行った？何が？高田さんとオラフ君見てない？あれ？見てない。どこ行ったの？あれ？はい、残念。ずっと一緒だよ。あや、それは。その歌は。いやー、どういうこと？どういうことや？負けそう。ほんでずっと高音と聞こえたけど。あれ？オラフ君ずっと高音と一緒にいたんじゃないの？高田さんお前それやってるじゃん。高田さん完全にやってるやん。高田さんあれ。いやもうそれは言い逃れてきた。3キルってことはインポスター2人とジャッカル1人が残ってるってことですか。60秒って立ってた今。いや絶対立ってないよ。妙。だって俺アーカイブで湧いてアーカイブのタスクやってる最中に停電になったから証拠機見て停電直したのね。で、アーカイブ戻ってタスクを終わらせてダウンロード入って真ん中ぐらいで終わってるから絶対立ってない。30秒あ、いや60秒は。真由子は、宿舎前から下の方に降りてって停電直しに向かっているので、武器庫に置いてきた影丸さんが俺自身は一番筆頭になるかな。あーなるほど、うん、奈良さん最後どこまで行ったんですか。俺はミーティング押してるボタンを。あーそうかそうかそうか。僕はその後今ちょうど、エンジンから上に上がろうとしてるぐらいなんですけど、武器庫込みエンジンで宿舎前はギリギリ入りたいんですけど、そこまでに期待はないです。これ負けじゃない？三人がいる場合は釣れないですね。だっているしかなく、シェリフの可能性はあるか。いやなんかジャッカルがキルしてそのジャッカルをインポスターが切ってくれれば二人外の可能性があるけど。あっていうかそのあそかそかそういうことか。僕ジャッカルです。じゃあオラフ。いやでも僕釣ったらインポスター勝っちゃうんで、僕はだからオラフ君誰殺した？高田さん。え影丸でいいんじゃないかな。だから僕釣ったら負ける。えだから3キロ起きてるから。3キロ起きてる時点で、あの藤宮オマオジが違うってことになるから影丸しか浮いてないと思うんだよね。メイヤ君がそれをちゃんとさせるんであれば、ね、俺影丸君からで。うん、俺影丸でいいと思う。いや普通に考えてほしくて、藤宮さんと真央さんがあの時点でその対抗してて間に入れるような人はいないっていう話だったのに、急に俺が釣られるのがバカランチ。バカなやつら、ね、俺ジャッカル藤宮バカ。ナイス。ないバカないわ。藤宮ナイス。藤宮なんで勝ち捨てたの。藤宮ナイスだったな。藤宮マジでうまいわ。3下上がった時にジャッカル使用しないと勝てない。そう。いやね。いやあそこ俺釣られないからと思ったんですよ、さすがに。あーでもグループ投票合わせないと釣られなくても。いやーしまった。いやーまあしょうがねえな。いや俺いや影丸くんインポスターなのとオラフくんインポスターなのもう五分五分だったから。うん、そうそうそう。いやそう、俺はでもオラフくん釣る流れに持っていけると思ったんですけどね。いやもうそう。いや面白い今の。いや全然なんか確実なそっちから釣ってくれると思ったんですよ俺。